一人で300人以上を裁くなんて、神にでもなったつもり？いずれにせよ、最適な方法だったとは言えないな。わかってる。だが、尋問するときに、思っても見なかったことを知った。ムルタダ・ラドカニが、起源の庭に興味を持つようになったのは、誰かに惑わされたからだったんだ。ムルタダは常に父親の陰に生きていたから、周りを驚かせるような研究をしたくなったのも無理はない。そしてムルタダが亡くなった後、奴らはタージの子に対する罪悪感を利用し、再び引き込もうとした。人の心をもてあそび、命をないがしろにし、利益のためなら何だってすることに腹が立ったんだ。そうだね、僕にもわかるよ。さあ、これは最近開発した植物トラップだ。いくつか君にあげるよ。トラップを土に落とすと急速に成長して、麻痺効果のある花粉をまき散らす。僕は普段めったに使わないし、君にあげたらデータもより効率的に集まるかもね。セナ、ティナリー、ナビルが見たのはティナリだったのか。お前もセナに用事か？そうだよ、セノに頼まれて、市民って女の子の病気を治すために薬草を集めてきたんだ。ついでにこいつの怪我の様子も見に来た。体の方は大丈夫だけど、ただ前よりもっと寂しそうだね。そんな部長面をしてないで、七星召喚でもやりまくったら？コレイはもともと君をちょっと怖がってるけど、そんな顔してちゃますます話せなくなると思うよ。コレイは最近どうしてる？少し背が伸びたよ。成績はまあまあかな。この間のテストでは事前に大事なところをマークしておいてあげたにもかかわらず、何箇所かミスしちゃってた。体の方は最近だいぶ良くなってきたから散歩させようと思ってる。ちょうどコレイに任せたいこともあるしね。え？アビディアの森を離れるのか？何があったんだ？臨時講座を開いて、缶詰知識の危険性をコレイからみんなに伝えてもらいたいんだ。今回の密輸事件の犯人たちは逮捕されたけど、一般人の缶詰知識に対する好奇心や欲求は未だに残ってる。だからコレイにできる限りの普及活動をしてもらいたい。いざとなったら彼女の安全は君たちに任せるよ。もちろん。それじゃ、僕はこれで。何かあったら、みんな気軽にアビディアの森に来てくれ。裏でお前らに手を出そうとしていた連中は、すべて捕まえた。たとえ残党がいたとしても、そいつらは、お前たちがこの事件に関わっていたことを知らないはずだ。まだ俺の休む時じゃない。死者の願いは叶った。聖者は前に進まないと。ここ数日、タージが起源の庭で言ったことをよく考えてみたんだ。人は変わるもの。どんな信仰も時間の侵食には勝てないってな。だが俺はできればもっと緩やかに変化したい。少しでも長く今の俺のまま先まで行きたいと。そうすれば俺のことを先輩だと言ってくれるやつも、俺の後ろを歩く人も、俺から勇気をもらえるだろう。昔俺が先輩や相棒から勇気をもらったように。心配するな。今こうして話してるだろ。たまにこうやって話せばそれだけで俺も楽になるさ。タージに弔意を表するために砂漠に行きたがる者もいるが、起源の庭が沈んだ位置を知られないよう詳しいことは教えてないんだ。もしいつか俺たちが乾燥した砂漠にも咲く花を見つけることができたら、起源の庭のあった場所に一緒に植えに行こう。
そういえば最近妙なことが起きてな。とある商人が砂漠の旅行パックのお金を回収しに来たんだが、いきなり125万モラの請求を出してきたんだ。借金した覚えはないし、金額もはるかに市場価格を上回っていたから、挑発行為を理由に商人を監禁したんだが、お前ら何か心当たりないか？